皆さん、プリベット、こんにちは。ナイスタです。元気ですか？皆さん、次の目的地に着きました。はい、で今はね、福岡城跡のところに来ました。で今、堀のところを歩いていて、堀はめちゃくちゃ でっかいんですよ。あと、ハスがめちゃくちゃ多いんですよすごい、綺麗。で今からね、福岡城の跡のところに行きたいと思うんですが、福岡城を誰が作ったって知ってますよね。で福岡城を築城したのは黒田官兵衛と黒田長政さんですね。まあ、親子で、うん、一緒に築城したらしいんです、うんまあ、黒田長政さんはね、関ヶ原の戦いですごく頑張って武功をあげたので、家康にこの土地与えられたんですね。でここで黒田長政と黒田官兵衛がお城を作りましたね。で黒田官兵衛はお城を作った時に、なんかまた戦いがあるんじゃないかなと考えて、まあ結構力入れたらしいんですね、お城に、築城にわあ、こっちも綺麗。あと福岡城に関してなんですけど、なんかね、天守閣がなかったらしいんですね。一応天守台、まあ天守閣を建てるところがあったんですけど、でも天守閣は実際にあったかどうか、なんか明確になっていないらしいんですね。皆さん、セミの声聞こえますか？今でもね、昼でも元気ですねで、もう一つね、面白いところは、猫います気持ちよさそうにしてますね。福岡城も、別名は舞鶴城です。はい、で、なんで面白いかというと、この間私は行った唐津城も舞鶴城と呼ばれています。で、まあ、唐津の舞鶴城という名前の由来を別の動画で紹介したので、よかったら見てください。はい、そこはね、すごかったんですよ、いろいろで、なんで福岡城は舞鶴城と呼ばれてるかというと、まあ、呼ばれたしね、海からね見ると、なんかお城はね、鶴の羽ばたく、これね、姿に似ているので、舞鶴城と呼ばれた、まあ、名付けられたらしいんですね。まあ、別名としてね、うん、面白いんですね。ちょっとびっくりしました。あれ、唐津城も舞鶴城で、福岡もって感じでした。あれ、なんかそこで掃除やってるんですけど、行けるかな、そこ。皆さん、ここは気持ちいいです。なんか下に、舞鶴公園があるかな、舞鶴公園なのかな、これ、まあ、子供たちはね、テニスとかやってます、今は。そしてなんか風通しはここですごく気持ちいいので、ちょっとここで一休みしています。で、ついでに私はある逸話を思い出しました。それについてはもう話したことがあって、この動画なんですけど、見たことない方は見てください。で、簡潔で言うとね、日本語という槍がありました。うん、でその槍はめちゃくちゃなんかすごくて、もう宝物で、でなぜかというと、その槍を最初はね、足利義昭将軍はね、天皇からもらいました。でその後は織田信長、そしてその次は豊臣秀吉、その槍を持っていました。でちなみに日本語という名前を豊臣秀吉がつけましたね。うん、で小田原攻めで武功を挙げた福島正則にあげましたね、豊臣秀吉は。
その槍を、はい、で福島正則はね、あのお酒にまつわるトラブルが多かったらしいんですね。でその中でちょうどこの槍にあの関係あるトラブルです。あのもちろんあの福島正則もあのその槍のことを、まあ、宝物だと思ったんですけど、なんかすごく大事にしてたんですが、あのお酒飲んで、でお酒飲んだ時に森友信という人がいました。で結局いろいろあって、あのこちらの動画でもっと詳しく話してるんだけど、で簡潔で言うと、森さんにこの槍、日本語をね、あの森さんに渡しました。であのその時はね酔っ払いの勢いで渡したんですけど、その後はね、あのアルコールの影響がなくなった後、もうシラフになったね時にやばいやばいと思って、なんか大事なね槍を渡したんだって、あの、まあ、後悔して、コロダナガマサにソダンにいたんですね。まあ、ソダンというか、あのまあね、ちょっとあなたの歌詞の中にちょっと森さんがいるんだけど、ちょっと彼に槍を渡したんだけど、ちょっと返すようにあの言ってくれない、まあ、という感じで、まあ、もうちょっとね丁寧にね言ったんですね。でそしてあの黒田長政はね、いやちょっと待って、あなたは武士でしょ、あの ちゃんとね、あのやったことを、まあ、言ったことを守らないといけないでしょとか言って、でその後はなんかちょっと彼らの仲が悪くなりましたね。はい、でその後もちょっと面白いエピソードがあるんですけど、結局彼らは仲良くなって、で将校として兜を交換しました。そう、あのもともとはね、長政は、ま、牛の角、がある、牛の角かなだと思いますね、という兜を持ってたんですけど、でもあの正則と交換した後、あのここをね、あの四角い、やつ、ま、四角がついてる、兜になりました。まあ、もともとあのね福島正則の兜だったので、で正則は、牛の角があのついてる兜をもらいました。まあ、交換しました面白いまあ、うん、そういうエピソードもあったんですね。それについてなんか今考えるととても面白い、なんかあの物語としてね、読んでるんだけど、そういうエピソードとか、でもこれは本当にあったんですね、こういうことはね、なんか信じられない。こちらは本丸御殿があったらしいんですよ。今も何もないんですけど、貝賀さんお城は天守台です。はい、あの本当に天守閣があったかどうかはね明確にはなってないんですけど、でもなぜか天守台がありました、うん、であの福岡城はねすごかったんですよ。なんかめちゃくちゃ強かったらしいんですよ。もうなんかちゃんと整備されていて、であの加藤清正いたんじゃないですか、熊本城では。で加藤清正はあの自分のね熊本城について、まあ自分のお城は3日4日とかで落ちるんだけど、福岡城はあの30日40日経っても落ちない と、言ってたらしいんですね。めちゃくちゃすごかったってことですね、福岡城はね。でなんであの黒田官兵衛はあのこういうね大きいお城を作ったかというと、まあそれはね本当かどうかわからないけど、なんか黒田官兵衛はあのここにも戦いがあると思って、あのこういうふうにね大きいちゃんとしたね強い城を作ったらしいんですね。でさらにあの天下統一もしたかったみたいんですね。まあせめてね、あの関ヶ原の戦いで九州を制圧し始めたんですね彼は。で関ヶ原の戦いはあの長いね、戦いになったら長期間の戦いになったら自ら天下を取る予定だったらしいです。だからね関ヶ原にあの出兵したもう武士はほぼいなくなったあの九州の制圧に乗り出したらしいんですね。
うん、ただあの関ヶ原の戦いは1日で終わった。天下分け目の戦いは1日で決まったんですね。でそれで長政はあの関ヶ原でね武功を挙げたんじゃないですか。でそして家康にね褒められて、でこの、 あの福岡をあの与えられたんですね。でそのねあの家康に褒められたんですよ、長政が。でもあの家康と握ったらしいんですね。でその後はあの長政はコロドカンベイのところに戻って報告したんですね。家康に褒められた、で手も握ったんだよ、でなんか、報告して、そしてまさかコロドカンベイに怒られたんですよ。でなぜかというと、その時はねあの手を握ってる場合じゃなくて、なんかその時はあの家康の首を切るチャンスだったと怒られたらしいです。面白いんですね。うん、じゃあ天守閣に登りましょう。こういうこともあったんですね。展望台からの景色とても綺麗です。あと風が気持ちいい。今はここは本当に公園ですね。森みたいな公園ですね。本当にあの木が多くていい感じです。癒されます。ちなみに福岡城は廃城されたんですよ。そう、廃城令によってもう取り壊されたんですね。残念、めちゃくちゃすごい後ろだったみたいんですけど、見たかった。まあしょうがない。次は大濠公園に行きたいと思いますね。